おはよう、ぴゅーちゃん。おはよう。よし、朝飯も持った。出発します。おはようございます。今日は日本一になりそうですかね、最高気温が。ここは田植えが終わってますね。早いですね。夏場はこれすぐ売り切れちゃうんですよ。雌花が咲いたので、お花、オラ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 、シコシコシコ。若干増えましたね。MT フェニックスが遅れて収穫多くなってる感じですね。そしておそらく本ハウスに水をくれて水位を上げるとパイプの方がこちら地形的にですね低い位置にあるんで、こちらにも水が多分下の方に来てるんですよね。だからあまり大げさ水をくれなくても水が吸えるっていう状況なんだと思いますね。だから結構葉水とかもすごいです。一番北側、線虫被害のほとんどない瞳ちゃんなんですけど、一ベッドでこんだけ、だからすごい切れてるんですよね。全部が全部これだったらシャタは死んでます。一番南側に向かってます。南側の通路がすごくこちら、はい、乾いてますので、ここに冠水したいと思いますんで先に収穫しちゃいます。はい、一番南側収穫終わりましたので、こちらを開けて水をサプライズしたいと思います。サプライしたいと思います。はい、出てきましたからの、減ってないですね。そして勢い余って北側の通路にもサプライズしていこうと思います。はい、ひとみちゃん焼けてますね。見事にご立派。半分収穫したところで6コンテナとこれだけなんで、今日もあまり期待できないですね。量は風下を結構開けました。パイプも風下を結構開けました。はい、十分びちゃびちゃになりましたので、こちら止めたいと思います。こちら南側の谷下ですね。こちら2箇所出したいと思います。はい、北側の通路十分濡れてますので、こちら止めたいと思います。やっぱり先輩農家さんを参考にして、こちらこういう感じで出したいと思いますね。まあ、こっちにも行くのはありますけど、こっちも締めていきます。今日は減りましたね。9コンテナとこれだけですね。切り上がり80分、これからパイプに水くれます。今日も30度超えですので遮光します。はい、ここで止めます。誰にも気づかれないようにメットスタートくれてきます。84分常に戻ります。あー、はい、今日は11コンテナですね。鎌塚自動車用にですね買いましたね。これがいくら、これが何リットルだ、2リットルですね。いろいろやった後のブラックワー。第2便は袋コンテナにも C の2つで、今日は1140本でした。はい、こちらの洗濯ネットお袋からゲットしました。何に使うかお分かりでしょうか。後で説明します。畑で寝そうなのでこちらで焼けざ、こちらを1体、はい、ペレット状ですね。これが先ほどの洗濯ネットと関連してます。見てください、結構通路に出てきましたね。これが思ってた、あ、こっち少な。はい、こちら直接ジャバジャバ出しちゃってるやつですね。結構来ましたね。はい、もうちょいってとこでしょうか。湿度 67%、 CO2 348、ハウスの温度は31度です。2号です。はい、本日も頑張ってまいりましょう。11時今半ですね。はい、もうちょっと仕事して帰りたいと思います。最初はピヨピヨじゃんけんパー、じゃまた。少し暑いですけど清々しいですね、相変わらず。今日はそんなにあれですね、でも29度30度いってないですね。本日ホンハウスへはメットスタートの日です。ちなみにこちらの値段は1体2670円です。はい、こちらはですねこのようにペレット状になってます。はい、別にペレットじゃなくてもよかったんですけど、多分こっちの方が詰まってますんで、はい、洗濯ネットに2キロぐらい入れました。そしてこれを水の中に入れます。
はい、入れました。ちょっと白濁する感じですね。これ多分ですね、1日ぐらいこうやって置いといた方が成分がにじみ出るんだと思います。スザキ油カスを水出ししたものをネットスタートに入れます。こうなるややけくそです。うらうらうら、はい、たっぷりできましたね。ネットスタート、スザキ油カス汁10リッター。スザキ油カスを水で出して流し込むっていうことを今後1ヶ月続けて線虫被害の様子を見たいと思います。わーい、ジャブジャブだーい。この2箇所閉じます。すごいですね、こっちも池化しましたね。こちらもこれでベトの心配はちょっぴんおいしいのかい、おいしいかい、おいしい。まあこの食いっぷりからしたらおいしいんでしょうね。皆さんどう思いますかね。おいしいと思ったらグッドボタン。